長崎カトリック神学院。長崎カトリック神学院は、長崎県長崎市にあるキリスト教の神学校。1989年までの名称は、長崎公共神学校。1875年に、パリ外国宣教会のベルナール・プティジャン神父によって、設立され、初代の校舎は、国宝大浦天主堂に隣接して建てられた。当時は、 講義がすべてラテン語で行われたため、ラテン神学校と呼ばれていた。初代校舎は、1972年5月15日、旧ラテン神学校として、国の重要文化財に指定されている。大浦天主堂での神徒発見の後も、江戸幕府とその後の明治政府による厳しい、 キリシタン弾圧が行われており、信仰を告白した信徒たちのミサや教育は、役人など信徒以外の人々に見つからないように、密かに行わなければならなかった。そのため、プチジャン神父は、大浦天主堂の司祭館を改造して、秘密の部屋を作り、そこでミサを行うとともに、将来日本人司祭となるであろう、若者への教育も行った。これが、 長崎公共上学校の前身である。開校当初は入学から被災除外までのすべての教育過程を行っていたが、現在は大宮学校に入る前の中学生、高校生の指導、教育を担当している。生徒は寮で共同生活を送り、近くの長崎南山中学校、高等学校に通う。終了後は原則として、 長崎市内の大学に入学して、卒業後に大宮学校に進むことになる。そのための寄宿、学習施設として、カトリック長崎外資教区により、長崎コレジオが設けられている。なお、かつては入学対象者はほぼ、長崎県とその周辺に限られていたが、中高生を対象としたカトリックの昇進学校は、修道会が運営するものを除いて、 国内ではここだけになったため、現在では主催を目指す日本中の中高生が入学対象となっている。旧ラテン人学校大浦天主堂の敷地内に現存する初代校舎は、1875年にマルク・マリード・ロシンプによって設計、建設されたもので、現在はキリシタン関連の資料館として利用されている。上記の通り1972年に、 旧ラテン人学校の名称で国の重要文化財に指定されている。2007年にはユネスコの世界遺産暫定リストに掲載された長崎の教会群とキリスト教関連遺産の構成資産に含まれていたが2018年に長崎と天草地方の潜伏キリシタイ関連遺産として世界遺産に登録された際には除外された。詳細は旧ラテン人学校を参照。 公共という名称はかつてカトリック教会の名称として使用されていた。現在も公共料理などの使用例がある。ありがとうございます。